オールアースステーション FM コロ。最近自転車には乗りましたか？自転車。根本かなめさん、こんばんは。こんばんは。乗ってない。乗ってないですか？もう昔よく近所に蔦屋があって、はい、でそこはよく自転車で借りに行ったりはしてたんですけど。自転車はあるのはあるんですね。ありますね。もう今ちょっとほこりかぶっちゃってどうなってるか分からないけど、一応自転車持ってます。持ってるのは持ってる、はい、嫁さんと共有ですけどね。はい、僕はですね、はい、持ってないんですけど、はい、この前青森にライブで行ったんですよね。はい、7月の終わりに青森に行って、泊まったホテルにレンタルサイクルがあったんですよ。おお、これだなと思って。何がこれなんですか？いや、なんかほら、やっぱりこうステージでのこう喋るネタとかもとしては十分じゃないですか。確かに面白いね。それで距離的にはホテルから会場まで1キロぐらいなんで、まっすぐ行きゃ5分なんですけど、自転車で、うん、でだけど僕ほら大きいトランク、うん、前の日からホテル泊まってますけど、トランクごと、うん、もう会場に入るようにして、うん、だからその時はですね、自転車じゃ無理だそれ。イベンターさん GIP さんに、うん、まず僕の荷物を、うん、トランクを取りに来てもらって、うん、お願いしますって言って僕はチャリンコで入るっていう。めんどくせえなそれ。これがですね、街中ですよ、ホテルも、うん、会場も、うん、で人はあんまりいないかったんですけど、妙になんか人よりカラスの方が多くてですね。青森市内、普段いつもやっぱり車に乗っけてもらうじゃないですか、移動は全て。だから自転車に乗ると普段はなんか見えないもん見つけたりとか、あ、こんな面白いのがあるんだとかっていうのを見つかるかなと思ったら、何もなかったですね。行く時もそれはそれで楽しかったんですけど、ライブ全部終わって、はい、で帰るじゃないですか、うん、その時に真っ暗な街中を一人で自転車で帰る。これがものすごいシュールで、うん、俺さっきまでコンサートやってたんだよなと思って。ああ、そういうのありますよね。街に行くとものすごいなんていうの、静かで、うん、真っ暗でっていうね、うん、さっきまであんなに盛り上がってたのにっていうんで、うん、ちょっとびっくりしますよね。あれがねすごい、ぜひなんかおすすめしたいですよ、多くのアーティストの皆さんに。すごい新鮮ですよ、うん、ライブの行き帰りが、うん、おすすめします。はい、いい話ありがとうございました。はい、さあということで、関東かなめのワクチンナイト、今夜も1時間お付き合いください。今日の1曲目では、そんな話から、君がいなくなったって曲なんですけど、全然関係ないんですけど、この曲はですね、ラララで歌った歌詞のないデモテープを持って北京に行って、自転車借りてウォークマンでそれを聴きながらずっと北京の街を走りながら歌詞を、内容は全く北京と関係ない、ないですけど、はいはい、そういう、その時はまだ92年とかだったんで、車が少なくてバイクがちょっといて、ほとんど自転車だったんですけど、そういう時代ね。今はもう自転車多分もう車ばっかりで怖くて乗れないと思いますけどね。はい、北京で作詞しました、君がいなくなった。さあ、関東花芽のワイプタイムナイト、今夜もこのコーナーからスタートです。はい、ミュージックバトル。このコーナーはリスナーの皆さんからいただいたテーマに沿って僕らが選曲し、どちらの曲がよりツボをついたかを競うコーナー。今週のテーマ、静岡県のスノーさんからいただきました。15歳の女性の方ですね。はい、アイスモナカを食べていた時に中のアイスが少し溶けて、一口噛んだらモナカの皮の周りから、アイスが勢いよく飛び出してしまいました。溶け落ちそうなアイスを必死にこぼさないように食べている時に聞きたい曲、うん、ということで、今週は私根本からです。はい、今週は意外と僕真っ当に選んできました。はい、ジェリーフィッシュというグループ、ああ、ね、こう素晴らしいサウンドを作って、1枚だけ持ってるのはそれじゃないな。まあ、2枚しか出てないですね。あ、そうですか。実際には、はい、これのセカンドアルバムなんですけども、ジェリーフィッシュのですね、アルバムタイトルはですね、こぼれたミルクに泣かないでというですね、タイトルでして、まさにこの状況を表している。はい、こぼれたミルクに泣かないで、スピリットミルクというですね、タイトルなんですけど、この中に僕も今回これどういう意味なんだろうと思ってちょっと調べたら、はい、そんな曲がありました。タイトルがですね、まさにね、これね、やっぱり
食いしん坊なんですよ、きっとこの彼女はね、はい、だからそのまああえてその状況をですね、私はその彼女はどうかは置いときましてですね、きっと大食漢であろうとね、で大食漢の、哀れみを歌っている、これは実際には、哀れみの王様というタイトルがついてるんですけど、グルトンっていう発音するのかな、グルトンオブ、シンパシーっていう、このグルトンっていうのはいわゆる、大食漢、もう本当にあのなんていうの、食いしん坊のことなんですね。で、まあ、食いしん坊がこうね、ガブッと言った時に「あぶねー」って言って、このミルクをね、あのこうこぼれないように食べる、まさにこの絵が思い浮かぶような曲であろうかというところで、今日はまっとうにジェリーフィッシュのスピリットミルク、このね、ミルク、こぼれたミルクに泣かないでというタイトルの中から、食いしん坊の歌、グルトン・オブ・シンパシー聴いてください。そうですね、ちょっと今日は理にかなった、そうですか、実に絵をそのまま私が再現した感じです。そうですかね、はい、僕はアイスをね食べないんですよね基本。あのスターダストレビューの皆さんと一緒にライブやらせてもらうと、はい、ね、夜にはね、夜ライブ終わって打ち上げで飲んで食ってホテルに帰る時にコンビニに寄って要さんがみんなにアイスを買ってくれるんですよ、はい、であのコンビニのこのカゴにね、アイス好きなアイス入れろって言って、はい、で今も好きなもん入れろだったんですけど、もっと昔はですね、あのほらあのなんていうの、箱に何本もアイスキャンディーが入った箱のやつ、うん、あれを要さんが買ってみんなに配ってたんですよ。ああそうでしたっけ、そういう時代があって、で僕はだからそれこそ2005年だと思います、僕がパリから帰ってきて、あの楽園音楽祭にゲストで出さし、うん、何本か出させてもらった時の、はい、あれは新潟だったか富山だったか、うん、夜遅い時間のコンビニで、要さんが「はいアイス」って言ったら、僕はまだ飲んで食ってじゃないですか、今ここで俺アイスはいらないと思って、僕いらないですって言ったら、要さんがコンビニの前の駐車場でガクンと膝をついて、俺のアイスを断ったのはおめえが初めてだって言って、もうおめえにはアイスは二度と食わせねえって言ったのすごい良かったんですよ。でそれから何年か経って、あの何本も入ってるアイスキャンディーを配るんじゃなくて、好きなやつ入れろに変わってきたんです。そうでしたか。ですよね。で今年あの秋田の大館市に、はい、でイベントあったじゃないですか、はいはい、あの後にあのそう郷土料理をね、きりたんぽとか、うん、いろいろ食べて、うん、で最後コンビニでもういっぱいいました、ゴスペラーズもいたし、はい、そうですよね、いましたよね、はい、ね、そんな秋田大館で、最後遅い時間にコンビニに行って、はい、まあ、僕は多分ポカリセットかなんか買ってもらったんですよ。そうでしたか。でホテルにみんな食べながら戻るじゃないですか、はい、でゴスペラーズの北山くんが美味しそうにガリガリくんを食べてたんです。はい、ガリガリ食べてたんで、北山くんにそれ何々くんって言ったら、僕はどうすれば。ガリガリくんでいいのに、何もボケなきゃいけないと思ったんだよ、何々くんって言うから、ね、北山くんはそういうとこで本当に真面目なんですか。僕はどうすれば言ってたのがものすごい面白かったです。馬場俊英か北山くんかっていうぐらいで、ね、北山くんでもあの低音のいい声で語りますから、ね、素晴らしいですよ ね、本当に真面目な人だね。だって福岡のイベントで、うん、あのリトルグリーンモンスターグリーンじゃないからグリーだからグリーね、モンスターの女の子にずっと楽屋の廊下で、うん、ずっと北山君語ってるんですよ、うん、あれ何をやっぱ歌に関してのこととかをずっと喋ってんですかね。あ、そうじゃないですかきっと。俺はできないですね。そのリボンかわいいねとかそういう話しかできないですね。ああまあそれはいいですか。いいです。だから要はそのアイスを、まあ、垂れるわけですよね。垂れる、うん、どんどん
それをもう拭いながら食べるしかないわけですよ、うん、ね、どこ手についちゃう、手につそれをだからもうはみ出るもなかからはみ出るアイス、手につくアイスを拭いながら食べるしかないですよ。そういうとにかくアイスを拭いなさいっていうだけのシンプルな歌がありますから、それで今日は何とかしてくださいよ。マルーン5、はい、ワイプよアイス。さあじゃあ判定いただきましょう。かなめさんの勝ち。はい、どうかした。いやでも、まあ俺が弱かったけど、要さんもあんま勝った感じはしないんじゃないですかこれ。まあね、でもなんか、うん、たまにはね、ほら俺がいない時の筑前がさ、こう、うん、なんて理路整然と何かを語ってたって聞いて、いや俺もたまにはね、ダジャレだけじゃなくてちゃんとその状況を捉えて踏まえて、その状況にぴったりの曲を見つけようとたまには思ったわけですよ、うん、いやたまたまこういうねこぼれたミルクの話があったんで、あこれじゃんかと、ね、で俺も奈良へ筑前。うん、うん、まあね、はい、まあでも俺も別に正しいっちゃ正しいんですよ、っていうかつまらないでしょ。正直。そ, そうですか、だったらボケてくださいよもう少し。あ、まあそうですよね、はい、YP はアイスでしょ。あ、アイスなんだ、しかもアイスなのそれ、アイスじゃねえんだ。まあね、なんだよ。それじゃあおかしいな、なんだ、ワイプ用アイスってなんだそれと思って、あ本当にそんな曲あるのかと、アイスか。なんだよそれ、失格で失格。そこでそんなに怒んなくていいじゃないですか。だってそのクソみたいなダジャレじゃ納得できねえだろそれ。もう一回休みだよそれ、かんちゃん。来週、本当に、なんだそれ。俺の勝ち、うんぬんかんぬんの問題じゃねえよ。はい、来週のテーマです。お、地元熊谷からいただきましたよ、はい、女性の方でございます。はい、来週のテーマです、今年の2月会社で倒れ救急車で運ばれて MRI 検査をしたのですが、検査中ずっとガンガン音がしているので、緊張しないように心拍数が速くならないように、カンさんの愛は勝つとスタレビの道を自分を落ち着かせるためにゆっくりゆっくり心の中で歌ってたんです、うん、おお、また半年後に来てくださいと言われ、そろそろ病院に行く時期なのですが、約20分間の、検査中に緊張しないで心拍数が上がらず落ち着けるなんかいい曲選んでください。確かに、MRI ってゴワーンゴワーンゴワーンって音してるんだよね。だからって音楽かけるわけいかないから、ヘッドホンしてるね、あの耳ね、あの耳栓代わりの。かんちゃん、そうか、 MRI 見たいけん。僕はだから閉所恐怖症なんで、入った瞬間にそうだ、タップして逃げてきました。ギブアップって言って、ああま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 あ、ダメダメって、ダメです、無理です、無理です。あ、そうか、はい、ほう、はい、なるほど。じゃあちょっとこれ考えづらいですか。そうですね、だからあん中で道歌うんでしょ。ダララララララああ、そっち、アイカツより道の方がいいかもな。そうですか、どうなんですか、どんな曲がぴったりなのか、まあ、それを探すんですね。はい、はい、じゃあ頑張ってやりましょう、来週のテーマは、そんな感じです、いいですか、はい、先週変な話しちゃったからここでな。はい、じゃあ来週のテーマはこれです。はい、はい、この後はわかるかな、わかんねえだろうなのコーナーです。This is the new classic. The new classic. The heart of the city. FM Kokomo. 765. Wabi Sabi Night.FM 心からお届けしております、関東かなめのワビサビナイト、続きましてのコーナーは、わかるかなわかんねえであるもののコーナー。今週はスターダストレビューの曲です、作者自らが、曲をマニアックに解説して、まあ、結局はわかんねえだろうなとリスナーにつぶやくコーナーです。今週は、1、おおすごい、5、ラストシーン、ラストシーン、これね、僕の番組に
はい、馬場君がゲストに来てくれた時に、はい、馬場君なんか一曲歌ってくっていう話になった時に、僕じゃあいいですか、最近の1年2年ほど前かな、はい、その1年がそのぐらいでね、その時にいきなりこの曲を、僕この曲が大好きなんですって言って歌い出したんですよ、うん、でな、まあ、何の変哲もない曲なんですよ。でそれでなんでこんなに響いちゃったんだろう馬場君にと思ったんだけど、やっぱり普通の人じゃないなと思いましたけど、もっと響くべき曲があるんじゃないかと思ったんだけどね、まあ、意外とマニアックなこの曲をとても喜んでくれたのすごい不思議だったんですけど、ラストシーンっていうのはもう昔のことでほとんど忘れちゃってますけど、はい、メロディー自体はそう大したもんじゃないんですけど、ちょっと詞曲は誰ですか？僕が書いてますね、両方確かね、詞もそうだと思うんですけど、はい、でね、これね、そう、僕の大好きなシンガーソングライターでスティーブン・ビショップっていう人がいて、はい、この人の曲の中で確かね、ピアノの話をしてピアノソロになるのかな、そういう、部分があったんですよ。それが好きで、なんかピアノソロを入れたくて、こんな時にはちょっと洒落たピアノの曲が聴きたいって言ってピアノソロに流れるっていうのが、この曲の肝になってたんですよね、はい、それでね、確かね、この曲はファーストアルバムの、曲なんですけど、カップリングの曲でもあるんですよ。シュガーはお年頃のね、はい、でだからシュガーはお年頃のシングルを買った人にとってこのアルバムに全く同じ曲が入ってるのはかわいそうだっていうところで、シングルのカップリングの、このラストシーンの、ピアノソロの後ろにあるコーラスだけは変えたんですよ。ほんのちょっと些細なことだけどね、はい、だけどもう今シングル版もないし、おそらく世の中に存在してないという状況ですね、はい、僕もシングルバージョンがそう、どんな風に変えたかもほとんど記憶にないぐらいで、だシングルを持ってる人はこのカップリングはもしアナログ版が聴ける状態であれば聴けるんだけど、アルバムバージョンとはちょっと違うということをやりましたね。あの当時ね、やっぱりね、今もそうなんですけど、シングル曲っていうのがまんまアルバムに入ってるじゃないですか、はい、でもちろん好きだから買うっていう人たちのために作ってるんだけど、あまりにもね、ファンになるとシングルも欲しいけどアルバムも欲しいっていう中でそのシングルの価値がなくなっちゃうじゃないですか、うん、ね、例えば当時は A 面 B 面でしたけども、じゃあ今のシングルを作って、それでアルバムが出た時にはそのシングルの価値が、ね、なくなっちゃうのが嫌なんで、やっぱりそこはそれがなんかカップリングに別の力を入れるっていうね、まあ、僕らだからライブバージョン入れたりとか、いう風にして、あとまあ映像入れたりとかしてね、なんかシングルであることの、意味を作ってますけども、やっぱりそこにシングルカップリングならではの曲を入れるのはちょっとね、新曲を作ってね、入れるのは自分の中ではねちょっとね忍びないっていうかね、でもほら中にはもうそのどこであろうといつも同じようにガンガン曲作れる人いるじゃん。愛子さんとかそうだって言ってなかったっけ。愛子はものすごいですよね、またどんどん良くなってますからね。そういう人はねいいんだろうけど、シングルは出さないっていう人も最近いるじゃないですか。はい、それも一つの方法なのかもしれないね、カンちゃんの山間もそうじゃないですか。そうですね、ね、はい、だから今そういうシングルって言いながらプロモーションの場が限られてるとなると、じゃあそのかけたい人が好きな曲をかけるで、結果アルバムに届くんだったらそれがいいっていうね、シングルヒットを狙ってない人たちも今いるんでしょうきっと。だからそう考えると、当時はね1981年の5月、この当時はやっぱシングル曲、なんとか売らなきゃいけないっていう思いで作ったんですけど、でも何よりも一番の敗因はアルバムとシングルが同発だったっていうことですよね。やっぱりシングル曲を先にやって、もう少し世の中にこんな曲バンドが出ましたよって紹介してからアルバム出すべきだったなって、今となっては思うけど、当時はアルバムデビューっていうのをしたかったわけでね、シングルデビューっていうのは嫌だったから、もうすごいそこにはこだわってましたね。結果今のこの状況を招いた一つの原因だと思うんですけど。この状況を招いたってどういうことですか。だからシングルヒットもなく今のにこうやっているスタレビが、やっぱり当時シュガーお年頃の評判も本当に良かったんです、だからもうちょっとちゃんと
僕らもシングルというものにこだわってプロモーションして、そしてアルバムに、引っ張っていけたら、もう少し今とは違う未来があったかもしれないですね。まあ、とっくに解散してるかもしれないけど、そうなったら。あまあ、そんな意味ではね。ということで、1981年ファーストアルバムの中の曲です。ラストシーン。さあ、馬場俊英君、ステップバイステップというね、はいはい、ありきたりのタイトルの、非常に凝ったアルバムが出ます。はいかんちゃんも、僕もそこに参加させていただきました。はい、僕はね、正直ね、まあ、先週かんちゃんがもう熱くこのアルバムのね、ことを語っていましたけど、はい、僕はね語れるほどのことが何もないんだよね、うん、あの家でファイルを見たら2016年に、はい16年だな、その、馬場君の家に招かれて、はい、一緒に曲を作りましょうって言って馬場君のスタジオで、はい曲を作り始めたことがあったんです、はい、僕はまさかそんなアルバムを作るなんてことを全く知らないで、うん、そこに行って何度も2人で曲作りましょうって言って、うんアコギをガチャガチャ2人で鳴らしながら、うん、こんな曲がいいねって少しずつ作っていったんですね。で結局その日は時間切れで、なんとなくな形でしかできなくて、うん、で僕はもう家に戻ってからほっといたんです、正直ほっといたっていうか、うん、また後で機会があったら何かやればいいかなと思って、そうしたらこの何月だろうね、4月5月ぐらい6月ぐらいかな、突然ファイルが送られてきて、あの金山さんとの共作できましたって言って聞いたら、うん、うわすげえなと。でもどのメロディーを聞いても一個も記憶がなかったんだ。うーん、俺は完全にあの脳裏から消えてたねで歌詞も金山さんとあの作ったとこがあの中心になってますって、最初俺のところに来た時は詩曲とも馬場俊英で根本からも共作になってたわけ、うん、でメロディーは確かに俺作ったこと、確かにこの辺は俺の匂いするし作ったかもしれないけど、詩に関しては俺は名前載せるのは嫌だって言って、うん、馬場君の、 あの単独の歌詞にしてくれっていう、それでなんですね、うん、クレジットがそうなっ、あそうなんですか、うん、それは俺がお願いした、ちょっとここに俺はいくらなんでも名前載せるわけにいかない、それこそ、うん、曲の部分でも、うん、俺の名前はなくていいんじゃねえのって思ったぐらいだったから、うん、もちろんレコーディングは歌も含めてねすごい楽しく、うん、あの僕はギターも弾かせてもらったし、またギターもね、うん、もうギターの時間が一番楽しかったですね本当にね、うん、いやーって弾かせて、バビさんとツインで、はい、言ってましたね、ここはねバビちゃん十分うまいんで俺弾かなくてもいいんじゃねえのと思ったけど、カナオさんとのツインがいいですって言って、うん、まあ僕も上からね弾かせてもらって、ソロの時はねソロもね4、5回撮ったのかな、もう2発目ぐらいでああいうの撮れましたねっていう話になっちゃったんだけども、うん、なそれでなかなか気合の入ったいいソロが作れました、まあ、それは楽しかったですけど、はい、楽曲制作、2人でのなんていうの共同作業みたいな部分は全くなかったっていうかねでも実際にでも馬場君の家に行ってるんですよね、はい、はい、馬場君の家のスタジオで、うん、あのやらせていただきました。僕行ってないですもん。ああそうか、それは2人でメールのやり取り、データのやり取り、データのやり取りで作る、うん、と言ってるからやっぱクレジットした方がいいんじゃないですか全然なんかもう本当に申し訳ないっていうかね、俺ねやっぱりね人と作るの得意じゃないわやっぱ、あ、うん、無理だ俺には。今までだからアスカと作った時も、うん、なんとなく、うん、もそもそ言いながら作ってたけど、うん、結局アスカに任しちゃったとこもあったしね。まあでもそうですよね、どっちかが主導権がはっきりしてた方が進みやすいのは進みやすいね。そう、あと基本的なメロディーがなんか一つあったら、うん、そこをなんていうの肉付けていくとかね、うん、そういうのは確かに。だから小田さんと作った時、小田さんと作った時はっていうか小田さんは歌詞だけ持ってきてくれたから、うん、俺はそこにメロディーを乗っけたっていう、だけどそれをただ本人の目の前で作んなきゃいけなかったっていう、うん、あのね釜の油状態のっていうのがあったけど、それ以外はね、うん、そういう意味じゃカンちゃんと作った時も、うん、俺のデモでこうカンちゃんがこういうのはどうですかって焼き直してくれて、うん、あじゃあこれでいこうよっていうぐらいだったから、うん、そこの中でゼロから作るっていうことはほとんどなかったからね、うん、馬場君の時初めてゼロから作った。僕あれなんですよ、馬場君の時も今回の馬場君もそうですし、スターダストレビューのあのシャウトでやらせてもらった時もそうですけど、うん、なんか途中くらいなんか自分の曲になって自分の曲作ってる感じになる、うん、これがいいことなのかどうなのかがわからないんですよ、ね、まあ、だからきっといいとか悪いじゃなくてそのコラボの頃合いそのぐらい本気でやってるんですよ。だから、まあまあまあ、そのぐらい本気でやってるんですけど、ちょっと待てよこれはまあいいんだよなと思って
そうなんだよ。だからそこのおそらく落としどころっていうか、うん、曲を作るところの、うん、相手とのこうなんていうのポジショニングっていうか、うん、で向こうもそれを望んでる人もいるし、うん、逆にいやいや俺のちょっとした手伝いだけでいいんだよっていう人もいるわけじゃんか、うん、きっと、うん、だからがっぷりこう、四つに組むっていうのはね、うんうん、だから俺はアスカと作った時ぐらいだったので、まあ、結局あいつにあいつはやりたいことがあるからどん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 自分の方向に持っていくから、うん、まあじゃあそれでもいいかっていうね、うんうん、まあ馬場君のやつはだからどっちかというと放置プレイな感じだったね俺の場合はね。あれはあれあのドラマーの歌ですよね。そうかね、その設定はなかったんだ当時は。だからバンドの中でバンドマンのなんかいろんな悲哀を作ろうと思ってたところもあったからね、うんまあ、ただ僕はその辺の言う意味で言うとそのロックンロールにほだされてはねあまりにも優秀な出来だったんで、あれはいい曲ですね。だからなんかあれを超える、うん、同じテーマで言ってあれを超えるのはちょっと難しいかなと思ったけど、だからきっと馬場君もそのドラマーっていう、うん、あの視点を変えたんじゃないかなと思うんですけどね。そこはだから僕はほとんど関与してないんで分かんないけど、タイトル何でしたっけ。同じところを見ているかなだっけ。同じもの同じの同じところ同じもの、まあ同じことですよね。同じものを見ている、同じものを見て、うん、でも感じ方は違うんだろうね、いろいろね。同じものを見ていてなんかこう、うん、なんていうのリタイアしたミュージシャンをこう引っ張り出そうとしている感じの言葉だよね、あれね。一回ステージを降りた人がまた帰ってくるっていう、それはこれは馬場君のことなのかって聞いたんですけど、うん、いやそうだでもあったりそうでもなかったりとかなんかもやもやって知ってましたけど、なんかきっとね彼なりの思いがあるんでしょうね、そこにあるんだろうけど、うんうんうん、まあそんな曲です。はい、はい、ステップアイステップ、やっぱど何度発音してもあんまりいいタイトルじゃない。俺もステップバイステップって曲あるけど、はい、馬場くんのニューアルバム919リリースの馬場俊秀のニューアルバムステップバイステップの中からスタートするよ根本かなめとの共作です。同じものを見ていたということで、関東かなめのわびしゃみないとそろそろお別れのお時間でございまして、はい、お疲れ様でございました。あ、これ渡すの忘れてました。何、久しぶりに出ましたんで、おブルーレイが今無言で開けようとしてますけど、しかも袋を見ようとしてないってあれなんですか。ああキャリーちゃん、キャリーちゃん、はい、スプーキー、おー、スプーキー、スプーキーお化け屋敷というですね、去年あのちょうど僕ツアーの初日とかぶっていけなかったんですけどね、はい、その前、ライブ映像ですか。その前はうつぼとかぶっていけなかったですし、かぶる、それのあのちょっとスペシャルなお化け屋敷ライブです、はい、お化け屋敷ライブっていうのがよくわかんないけど、はい、そうですか、はい、じゃあ大切ブルーレイです、大切にしまわせていただきます。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。さあということで、はい、それぞれのライブスケジュールを発表させていただきたいと思います、はい、もうすぐですね、スターダストレビューは9月の22日、大仙公園、あのね、中、あのモズ古墳群の中のね、大仙公園でございます。こちらで、120分限定の世界遺産劇場、スターレビュー日本百景ライブというのがあります。そして翌23日は京都音楽博覧会クルリの主催する、京都音博で、ライブがあります。こちらはそんなに長い時間ではないと思います。そしてたっぷり3時間は9月の29日土曜日大阪城の夜音でございます。こちら今回の今年の楽園音楽祭というやつで、お届けします。はい、そして、柿沼清と、杉田博士というね、J-WOKE のキーボード、杉田博士君と、うちのベースの萩間清のユニットがあります。こちらのライブが9月26日、ナンバー8で、還暦ライブあります。よろしかったら、ご覧ください。以上です。はい。はい、僕は10月10日に、弦楽四重奏とのセルフカバーアルバム、ラ・リスコペルタっていうのが出ます。もう、新曲入りですからね。インストゥルメンタルじゃないんです。インストなんて言わないでください。弦楽四重奏のための新しい曲、はい、そのタイトルはですね、ラ・デストラメント・デ・ラ・ランジャメントっていう
曲なんです。それが10月10日に出まして、はい、で、全国ツアー弦楽四重奏とのツアーです。大阪は12月の8日9日の土日エルシアター、そして12月16日日曜日は新神戸オリエンタル劇場です。よろしくお願いします、はい、で、11月14日にはですね、去年の、バンドライブツアー恋するチンコあんたチンコへの、ライブ DVD が出ます。これは、副音声では根本かなめさんにお願いして、はい、爆笑ライブ解説入ってますんで、はい、お願いします。よろしくお願いします。例えばうちの DVD もですね、はい、10月24日に、去年の大阪城イヤホンで撮った楽園音楽祭があるんですけど、こちらですね、はい、アンコールで、うん、僕らちょうどスーパーアリーナ、埼玉スーパーアリーナでいろんなゲストをカンちゃんにも来ていただきましたけども、はい、そのゲスト曲を演奏したんで、はい、この夏の楽園音楽祭の中では全曲それをセルフカバーっていうかね、じゃあ僕らが、はい、本人抜きで歌うっていうのがあって、なんとですねこの大阪城イヤホンでは馬場俊英のスタートラインを、ああそうなんですか、はい、私独唱しております。ああそうですか、はい、どうでしたあまりうまくいかなかったそれライブで確認してください。やっぱ馬場君っぽくならないんだよね。あダメでした。まああのヤイコのダリダリよりもちょっと良かったかなっていう感じでしたけど、うん、キー設定は当然馬場君より上げてあいやまんまでいきました。あちょっと低いでしょ。低いですかね。ね、はい、ね、まあでもそれはそれでね。そうですね、はい、ということで、はい、スタートライン新しい風もう入っておりますので、はい、よろしかったら見ていただきたいと思います。スカートラインいやらしい風っていうはい、お後もよろしいようで、はい、ガンとカナメさん、アビセルネート、お別れのお時間でございます。お相手はスターダストレビュー根本カナメと、私はカンでした。来週もお元気でバイバイ。